あと、もしかすると小林さんが、もし質問を受けたら、最強戦の枠が一枠あったんですか。それは考えるな。プロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、いらっしゃいませ。さあ、小林プロをお招きしての麻雀遊戯カフェ、続いてのメニューは、どうなった麻雀連合ということでですね。まあ、これは、先日、先日といっても1年前ですか、小林さんに来ていただいたときに、どうする麻雀連合というですねタイトルで麻雀連合さんの話いろいろ聞かせていただきまして、この先もっとね皆さんに知れ渡ってほしいですねなんていう話をしていたら、急に小林さん YouTube 始めるじゃないですかみたいなことがあったんですが、その後麻雀連合さんがですね今どのような感じかというのをちょっとお聞きしたいなと思っております。麻雀遊戯王、ここ来た時にはね、その僕の個人チャンネルが始まることも正式決定ではなかったというか、もう決定する直前だったのもあって、なんかやらないかもみたいな方で話してた気がする。そうですね、やります、うん、はい。でまあそこでアピールできたのかどうか分かんないですけど、まあそこではマジャン連合の選手を中心にいろいろ呼んでやってますけど、まあ、ここ1年間の動きとしてはそうですね、押田さんがすごい人気だったから、そうですね、M トーナメントで、去年 M トーナメントの前にここに来ましたよね、で押田さんが M トーナメントでいい勝ち方をして、解説も面白くて、でここ1年間で押田さんの知名度はすごい上がって、次の M リーガーとか、なりましたね、という風にはなりましたね。他のマージャンプロも結構その M つくとかで押したりで、M つくに出てくる人になって常連になりましたよ、はい。実は世代的には近藤誠一さんと同い年なんですが、まるでそれ感じさせないですね。マージャンの連合の代表で僕は理事をやってるんですけど、代表なのにこんな細かいことまでさせてすいませんっていうのばっかりで、仕事が細かくて丁寧ですね。でもここでもしね、押田さんが M リーグに参戦ってなったら、代表直々にみたいな感じが、代表のそのお仕事ちょっと手につかなくなるかもしれないですね。もう他の人に変わった方がいいかもしれないですね。といっても急に代わりは探すの難しいんで、そうですね、まあ代表のやってる仕事も変わってあげるぐらいで、名前はそのままでしょうけどね。なるほどね。ここ最近だとムクさんね、そうですね、最強戦だったり、最強戦と M トーナメント出してもらって、この収録のちょっと前に負けちゃいましたけど、でもなんか爪痕というかね、ムクさん覚えてくれたのかなっていう、外見と裏ドラのめくり方、その2つで、はい、岡田さんとかね、確か X でポストされた気がしましたね。あ、そうそう、はい、岡田さんがムクさんってどうやって裏ドラめくったんだみたいな到達してた岡田さんの意見が、最強戦でもね、なんか鈴木大輔君が本当楽しかったって言ったら、みんな実力者同士だから本当楽しくてみたいな、そうですね、その中でムクさん入ってましたからね、最強戦もなんか面白かったですよね、もう全員上がれば本当ですね、あ、そうそうそう、1年、まあその2人か、あと藤川ぐらいかそうですね、最近マジャネモから出たのは主に目立ってるのはその藤川さん込みで込みで、はい、あ、ゴミカス、ゴミカスいや、ちょっとやっぱゴミカスの覚えてもらうしかない、小林さんが直々にゴミカスって認めたんですからね、よく喋るゴミカス、そのうちよく喋る、ただのよく喋る人に格上げになる、こういうところにも呼んでいただけるとぜひ、はい、お願いしたいですね。そうですね、まあ、確かにこの1年でそのお三方はやっぱ結構名前聞く頻度上がりましたね、めちゃめちゃ、そうですね、やっぱり我々としてはこのいろんな企画にも出ていただけたら、あのいろんな方が出ていただけたらありがたいなと思うんですけど、あの文庫散歩にあの連合の方が出演されたことがまだ多分ないんですよね、結構いろんな女流の方に伺ってるんですけど、紹介しませんよ聞けば誰かそんな気がするけどね、あのお家に行くやつですね、もちろんです、まあ、小林さん家でも全然いいんですけど、小林さんって誰ですか、ね、スルー、後ろにいるかな、スルーだ、マジャン連合から新しい人の話ですね小林さんが先陣切ってやってくれたらみんなもやりやすくなる、こ
小林さん家はね、ちょっとあんまり人を入れるのに適さないって近藤さん家行ったことありますか？そうですね。で一回やってもいいです。その1日かけて文庫散歩麻雀連合スペシャルっていうその連合の方の家ばっかり伺うのね。あ、それはそう、確かに、はい、あってもいいんですけど、はい、じゃあちょっとあれかに。そうっすね、なんか行きたいっすね、うん、確かに。だってまあ僕らが、ね、遊戯王で呼んでないですからね、うん。ちょっと小林さんも付き添ってくれると面白いかな。文庫との絡みちょっと紹介してもらったりして。どういうプロも年々増えてるんですか？まあ、そうですね、十何人かですけど、まだ、うん、若い子もどんどん増えてはいるんで、だからもうその日は麻雀連合スペシャルで3件もあるっていう。そんな何件もそうですね、まあ、あるいはもう麻雀連合スペシャルの質問やるから、おお大丈夫なんでしたっけ、大丈夫なんでしたっけ、質問ちょっとね、ダメージが残るのはちょっと。そうですよね、うん、大丈夫です、痛くないですよ、まだ受けたことないのが小林さん、あのビリビリは平気だっていうのが分かってる。ビリビリは平気ですね、はい、みんなあれの何が痛いのか、もうみんなリアクション上手だなあんな痛くないものが痛いふりをしたなって、まあそのノリで足つぼやっていただいて、ビリビリそんなにあの平気だったらつぼつぼも大丈夫なんじゃないかと思いますけども。小林向く押したあと3人、あの女性じゃないけど、藤川、うんうん、あと2人みたいな感じで、マージャンリングスペシャルみたいな感じでいいな、やってみたいな。そうすね、オタク訪問になるのか、それとも足つぼなのか、他の企画なのか分からないですけど、うん、そういうのができたら、うんね、いいですね。ちょっと女性選手に声はかけてみます。ありがとうございます、はい、小林さんのそういうなんかそのお願いじゃないですけどであれば、もうそのマージャンリングスペシャルしますから。初めてそういう試みは、確かに、うん、確かに僕と我々と小林さんの間柄ですから。小林さん必要ですか？いや必要です、だって必要ですよ、それは必要でしょ、はい、あのじゃあ数字を後に来たい。でもレギュラーみたいなものですからね、小林さん顔ですから、マージャン連合の顔ですから、いや本当そうです、それは必要です、はい、それは押田さん、近い奥さんもね、うん、この3人は一応顔としてね、まあ、マストです、うん、あとは誰かを押したいっていう、なるほど、ちょっと斜め後ろ向きに考えて前全然前向いてなかった。これも承諾してくれたって一緒だ。ほぼほぼ。ええ？マージャン連合プロデュース、プロデューサーみたいなもんですかね、小林さん。僕がですか？いやー難しいな。ちょっと藤川さんにお願いしたいですね。でもあの藤川さんのね、あの SNS の写真とか見るとやっぱり小林さんと結構楽しく絡んでたりするじゃないですか。そうですね、やっぱああいうこともやっぱ小林さんが、ね、うん、やってくれるんだってよくわかりますからね。そんなやったかな。ゴミかすって言ってる時点で、そこのセット売りも面白そうですけどね。やっぱうちは人数少なめなんでね、みんな選手間の距離が近くて、アットホームだっていうのを売りにするのもいいと思いますけど、例えばプロ連盟の新人さんが森山さんと会うのってめったにないじゃないですか。無理です、はい、会えない会えない、恐れ多い。うちはみんなすぐ会えますから。すぐ会える、すぐ会える理事、もう家族同然みたいな。そうですね。まあ最近は僕も会ったことない新人選手いるんですけど、まあそれでも結構距離は近いですよね。そうそう、いいですよね、うん、そういうのアピールしたいなっていうか、うん、あ楽しそうだな、うんうん、めっちゃいいです。確かにすぐ小林さんに会えるんだみたいなね、うんうん、でやっぱ団体としてそのプロは増えてほしいみたいな要望あるんですよね。まあ、増えてほしいですね、ま、今はちょっとちっちゃすぎて力が足りないですね、うん、その何やるにも人の力が足りないかなと思いますね、うん、増えるっていうかね、そうそうそう、人数多い方が優秀なね、もちろん、うん、ね、プロ雀士も生まれやすいですし、優秀な人も欲しいし、なんかやっぱ人手としても欲しいので、うん、両方の意味でまだまだ人足りないですね、うん、井出さんがこの前突然発表してこの1年間で団体辞めますみたいな、うんうん、あ、そうなんですか、知らなかった、そうです、もう 2、3 ヶ月前に急に発表したんですよ。なんか立場的には井出さんって会長なんですか？井出さん、いや全然、創業者ではあるんですけど、うん、その理事とか幹事とかそういう役目は抜けて、うん、一応選手として、あのうちはツアー選手と認定プロがあるっていう話しましたけど、はい、そのリーグ戦を引退したけど所属選手っていう意味で、その功労選手っていうのがシニア選手みたいな、うん、はい、団体に長年貢献した人っていう枠で井出さんとも他にもいるんですけど、うん、
そうだったんですね、はい、だから井出さんはその麻雀連合の大会にはそのプロとして一応呼ばれている、うん、なるほど、はい、リーグ戦には出ていないだけの所属選手として呼ばれてたんですが、うん、まあ、それをやめて自由の身になると急に発表されて、もう我々としてはどういうこと、相談なかった相談なかった、多分そんなに大勢には相談してなさそうで、うん、むしろ井出さんがリーグ戦辞めた後の居場所だったはずなのに、うん、それ辞めるってことはもっと自由に、まあ、井出陽介の名前でいろんなことやりたいんだろうな、うん、その後はお話しされたんですか、その発表というか。発表後はね、この前竹書房で5分ぐらいすれ違った短っ、金本さんと打ち合わせがあり、終わったら井出さんとの打ち合わせが入ってたらしくて、ちょうど入れ替わりの時にあった、まあ、ちょっとノートというかね、そうね、あのやってて、だからまあ井出さんはね、井出さんに頼ってばっかりじゃいけないよ、うん、井出さんの名前には頼りつつも頼りすぎはいけないよっていう感じで、うん、まあ、ここ10年ぐらいはやってきたつもりなんですけど、うん、いよいよ離れてしまうということで、麻雀連合は、うん、井出さん団体っていうイメージは変えたよ、変えていかないといけないですね。でも徐々にはそうなってるような気がしますけどね、うん、まあそうですね、ちょっとずつなってきましたけど、うんうん、でもいよいよ所属選手ですらなくなってしまうので、そうですね、うん、そうですね、3の団体ですとは言えないですね、関係性がなくなってしまうわけですもんね、はい、うん、マリチューさんも井出さんと、ね、一緒にお仕事されてましたもんね、あ、そうそう、あ、はい、あのジャンリュームってアプリの、うんうん、あの一緒にずっと出てたんで番組、うん、めっちゃ寂しいですね、すごいお世話になったんで、うん、プロ活動しないのか、ちゃんとしたプロを認めましょうって言って麻雀連合を作ったんで、うん、それで私はプロですって、しないです、ね、そんなに名乗って活動するか分かんないですけど、うん、でももう井出さん全国各地で井出プロ来てくださいって呼ばれちゃうんで、うん、もう、うんうん、それは所属団体関係なしに井出陽介として、うん、あの全国のいろんなイベントに呼ばれてると思いますね、うん、だってあれ馬場さんとか梶本さんも一応なんかそういう団体所属したいで、ああ、そうするとそういうマージャンプロとして扱われない、なるほど、確かにっていう感じなんですかね、確かに確かに、タッチプロみたいな、もうちょっとその3人はしっかりしてもうファンに認められてる、いい目として受け取りましょうやっぱ井出さんはどこ行っても井出プロか井出先生って呼ばれてますね、井出先生って呼ばれてることが多いんじゃないかな、ね、小島先生みたいな、あ、そうそうそう、麻雀界の先生ってその2人、まあ、まずその2人が出ますよね、先生といえば、まあ、もちろん古川先生もいらっしゃるし、まあ、結構なんとか先生って多いですけど、やっぱり井出さん小島さんがね、うん、あの先生って言われてるイメージですね、まあ功労者ですからね、麻雀界の、うん、ちょっとだから真意は分からないですが、もう麻雀連合はもう離れても大丈夫って思われたのかもしれないですけども、そうですね、うん、離れても大丈夫、うん、まあそういうことでしょうね、うんうん、でも自分で作った団体を相談なしに抜けるって、なんかいや別に喧嘩はしてない、喧嘩しないと不安にはなるから、うん、何らかの形であれなんですかね、僕はそんなに喋ってないですけど、うん、その今の理事や代表はとどのぐらい普段仲良く話してるか分からないんで、お医者さんとかにはまあそりゃそうですよね、多分、うん、まあさすがにそれはもちろん言ってて、うん、うん、まあ少なからず協力はするよみたいな感じなんじゃないですか、そうですね、なんかあれば協力してはくれると思うんですけどね、うんうん、ね、喧嘩したわけじゃないんだから、うんうんうん、まあ隠居に近いんですか、隠居というか何ですかね、うん、もうちょっと自由な立場で、自由な立場で、ちなみにすごいエネルギーのある方なんで、うん、全然引退感はないかもしれないですね、結構毒吐きますもんね、結構喋るし結構言うんだよ、うん、立場がなくなったらもっと好きなもっと自由に振る舞える、むしろバビロン入ってしまいですか、ワンちゃんその枠で、その枠で、それって、抜けるじゃないですか、最強戦とかで出れるんですか、いや本人が多分今回でもう出ないのか、感じの印象のかな、あ、最後で最強戦、まあ、プロ予選そのみたいなものでどうなんでしょうね、まあ、最強戦が出したいと思えば、ね、バビさんが出ますね、うん、まあ、うちはね、オファーするのは、うん、本人のあれなんで、考え方がちょっと分かんないんで、うん、そういうのをひょっとしたらこれから発表していく可能性もありますよね、
そうですね、うん、自分 の, その意思表明っていうか、いう可能性ありますよね。もうそういう大会には一切出ず違う形でっていう可能性もあるし、呼ばれればやりますよって可能性もあるし、我々は本当にびっくりしました。え、誰か聞いてたみたいな感じになって、それみんな知らなかったと思います。なんかその、小林さんとか知らないとか、まあ、僕はその団体内でも友達いない方なんで、寂しいこと言われる。だとしたらしっかりしてください。この前も竹書房でばったり会ってびっくりした。大変お久しぶりです。そういえば何年ぶりだろうみたいな。聞きましたけどみたいな。やめるってみたいな。やめるってよみたいな。いや、どうですか。やめるってよ。だから麻雀連合でなんか皆さん知名度アップで頑張って露出してたのに、一番知名度ある人が抜けちゃったっていう。抜けちゃうし。この1年のね、変化ですね。変化ありましたね、そういう。じゃあどうなったって。入れようすけど。入れようすけど。やめた。やめた。やめた。入れさんがやめるって言い出した。じゃあ連合やめたって。そうですね。入れさんがやめると言ったけど、向こう越田。藤川あたりが出てきて、すごいことですよね。めちゃめちゃ。そうです、そうです。だからこれはこれでまた一個過程なのかもしれないですね。もうちょっと最強戦に枠をいただけるためにどうしたらいいかをもうご指導願いたいぐらいですね。例えばルール変えた方がいいんじゃないかとか、何かあれを変えた方がいいんじゃないかとかね。一発裏ドラとノーテンバップなしの麻雀でやってるんですけど、団体の個性としてはありなのかなとも思うけど、それが分かりづらいっていう意見もあるし、まあ、僕は今のルールが個性があっていいと思ってるんですけどね。Mリーグルールに変えてみたらどうかとか、それもあったり、いろんな意見はあるんですけどね。こうやればよくなるっていう確信もなく、ない、みんなそれぞれあるから。そうですよね、もう、はい、今の団体さんのルールはそれはそれで素晴らしいことだと思うので、まあ、より我々にできることは、あの麻雀連合さんっていうのを小林さんと共にこう発信していくってことだと思いますので、これはね、いろいろやらせていただきたいなと。はい、あと、もしかすると小林さんがもし足つぼを受けたら最強戦の枠が一枠あったんですか。それは考えるな。言いました、言いました。なら行くんか。かっこいい男ですね。本当ですね。いや、でもそれ足つぼやんないと増えないと考えると、ちょっと今の話は足つぼやらなくて増えるが理想。まあ、それはします。そうですね。そうです。はい、どうなるか皆さんご期待ください。代わりに誰か差し出そう。いけるよ。ムクとか痛みに強そうじゃないですか。外見的に。ムクさんはあの足つぼとあのヘッドもやってもらいます。そうですね。同時に。はい。大丈夫。はい。まあ、すぐムクさんと藤川さんに連絡だ。前も言ったかもしれないですけど、1秒無駄な動作をして、1万人が見てたら、日本国内で1万票が失われるわけですよ。大変な日本民に対する大打撃です。大打撃。